顔赤とパン、体はパンパン、持田コシヒカリです。はっ、ということで今日もやってまいりました。金曜日はそうトレーニングの時間です。ちょっと絶賛筋肉痛なんです。普段ジムに通ってますんで、まあいいでしょう、やっちゃいましょう。今日はですね、何をやるかというと、ひなチャンネルさんっていう、私は先生と呼んでるんですけど、この先生の3000万回以上再生されています1週間で足痩せトレーニングというものに挑戦したいと思います。これ結構皆さんやられてる方も多いということで、フォロワーさんの方から DM でひなチャンネルさんすごくおすすめですよと教えていただいたりもしたので、ちょっとこちらの先生の動画を一緒に見ながら足痩せしていきたいと思います。普段もジムに行ってるんですけど、体のほとんどの筋肉が足に集まってるということで、足をしっかりトレーニングすることによって全身痩せにつながるというか効果あるみたいで、ダイエットはすごく足の筋トレすごくいいみたいなので、今日は一生懸命頑張りますということで、早速やっていきましょう。はい、先生お願いします。足クロス20回。腹筋にも効きますよね先生。10秒インターバル。次は片足を上げる。片足上げ、いきます。はい先生、はい先生、はい、20回ですか先生。インターバル10秒インターバルで反対の足です。怖い、今日先生と服装が似てますね。何ですか先生。この体勢で10秒キープ。足クロスできてんのこれ。わくる、上がんない先生、太ももの肉じゃまで上がんないっす。でも効いてるわ、でも効いてる、痛い。ここにすごい来てる気がする。こっちもっと上がんないわ先生。そんな上がんない。上がってます？何センチ上がってる？見えてる？こっち全然上がんない。ストレッチ、痛い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 。ふくらはぎと裏ももを伸ばすストレッチ。でも気持ちいい。ちょっとウォーターサーバー動かないで、動き出してるウォーターサーバー。30秒。先生応援してくれるから頑張れる。何ですか先生それは。ちょっと涙になります。寝てないと思うんですけど、片足を上げてます。すいません。これ合ってんのかな。先生喋る余裕が。反対いきます。見えてるから時もね、狭くてね、伸ばしきれないのよ。あれがどっちの足だったっけ。どっちの足でしたっけ。
こんな感じです。見えてます？かかとの方。あと10秒。体幹もやばい。息します先生。息してね。でストレッチだそうです。ストレッチ。股関節硬くて。先生柔らかい。先生そんな広がんないよ。球体だよほぼ私今。すごい塊に見えてません？大丈夫？呼吸忘れずに。あ気持ちいいでも。息します。息してます。スクワットですね先生。やべ、顔見えてないかも。膝がつま先より前で。30回。早いんだよこの日野先生は早いよ。ついていきます。片足上げて、やば上がんないお尻。次ヒップリフトですね。これはよくやってますジムでも。次は上げます。あやばい熱い。筋肉痛が響いてる。もう立ってる先生。もう立ってる。早く飽きてたぞテレビ台。かかと上げてピッグッでも前よりなんかトレーニングちゃんとできてる気もするわ。
生足の隙間欲しい、本当に人生で足の間から見える景色見たことありません。人生でずっと密着してました。27年間、私も27歳だっけ。最後ちょっと切ない感じで終わっちゃったんですけど、でもやっぱ週2で筋トレ通ってるってのもあって、前よりできる種目が増えた気がします。このトレーニングちょうどいい負荷というか、なんかきついとこちゃんときつく言ってくださるんで、めっちゃ熱いっす。汗見えるかな。ちょっと今ねモノマネメイクした後だから化粧濃いんだけど、これ全部汗なんです。ここ全部今一体べえマジで。ということで、毎週金曜日はこういう感じでいっぱいトレーニングを一緒にできればなと思っております。もしねこのトレーニング私やってますとかいうのもあったら、コメント欄で教えてくれたら、そちら私も一緒にやりたいなと思いますし、私のチャンネルを見て一緒にダイエットしたいなって思ってくれてる人がいたら一緒にやってほしいし、見てくださるだけでもすごくありがたいです。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。おやすみなさーい。